迎えております。ここまでポイントランキングトップを取っているのが SK1 クラスではホタテショーカーナンバー2番ブルーのマシンです。第3戦の筑波、第4戦の筑波、共にウィナーになりまして、堂々の、ポイントランキング現在トップ。続いて、第2位に優香がつけています。その差は12ポイント。優香は第1戦の筑波、そして第2戦のゴールデンウィークの富士ラウンド、共に制しています。その優香が今日の公式予選トップタイムを叩き出して、ポールポジションを見事ゲットしています。この SK1 クラスなんですが、上位3台がともに2サイクルのエンジンなんですね。そこから第4位の、松崎と第5位のホタテがともにフォーストエンジンということになります。 SK1 クラス2番手タイムを出した青島選手の話によりますと、フォーストエンジンの方がダンロップローラー2頭の上りセクションではやっぱりパワーが強い、なので先ほどが1台1コーナーアウトでマシンが止まっています。その脇を SK2 クラスがパスしていきます。ゼッケン15番荒木浩一という情報が入ってきております。荒木浩一予選6番手だったんですが、ここでこれは痛恨の出てきました。 Thank you.